10センチ上に届くか、ここさあ滑った。80人が終わってアメリカ勢が2人、日本勢は0です。ただここからの20人は過去最高レベルの20人が登場します。赤い絨毯に飛び移ることができるのは日本人なのかアメリカ人なのか。アメリカ大陸からやってきた大学生マシュークラス24歳、180センチ、カリフォルニアのサンタクルスからやってきたアメリカランキング2位、ここもブランコはいらない。そしてかつては日本にいた忍者がいつの間にか海を渡ってアメリカで姿を変えて忍者ウォーリアーとしてまた日本に逆輸入で戻ってきた。アメリカ大陸予選2位で通過しました。さあランキング2位どうだ。さすが80センチとは思えません。この辺りは手足が長い、これも速いぞ。さあしっかりと赤い絨毯を見据えている。180センチならば問題はないという5メートル反り立つ壁はやはりここは一気の攻略。またアメリカか、また USA か。アメリカランキング2位、恐るべし忍者ウォーリアー。しかし足がかかっている。この辺りが手足の長さ。アメリカ勢そう簡単には落ちることは許されない。遥か海を越えてこのわずか聖地130秒のためにしのぎを削ってきた仲間たち。すごい、最速です、最速だよ。さあそして左手で掴んだ。さあ下か下か、下から行く、下から行く。腹筋を掴んで危ない、足先が危ない、足先が危ない。これは神ではないか。5本指、非常に足裏最速タイムを出してしまうのか。これは最速を出しそうだ。貫禄のファーストステージクリアとなります。前回サードステージ進出。そして180センチ、もうこの部分を掴んでいるのが日本人との違いです。アメリカランキング2位、またしてもミスター USA、これでアメリカで忍者ウォーリアーは十分の子。また次の19歳、いよいよ予選会ベスト3の男登場。まずはまた力、サスケを目指し7年、ついに掴んだ夢。部屋の中にクリフハンガーも作り、サードステージにも備えています。暇さえあればトレーニングをしている。二の腕には自信がある19歳。さあ予選会のその実力を見せつけたい。に移ります。また治療、いよいよ登場のベスト3。この男たちが果たして最初にファーストステージ赤いボタンに手をかけるのか。時間との戦い、全長は 120m。 久保田、橋本、村上、佐藤、浅、
5人の男は消えました。予選3位の馬たち一気にいけるか。サスケトライアル予選3位の馬たち、さしてどうか。決めた、決めました。続いてそり立つ壁、タイムアップに苦しんだ161センチ小柄な馬たちはどうか。一気に助走をつけて手が届くかな。体操エリートです。この男が最初に赤いボタンを押す男なのか、まだその答えは全くもって分かりません。半分の円のところで行きたいところだが、タイミングを逸しました。地下旅姿、独特のヘアスタイル、現在マッスルミュージカルのメンバーです。特にアクロバティックな演技には定評があります。地下旅がキューキューと音を立てています。ここまでは問題なし。時間もまだ1分10秒あります。ややストロークが短くなって反り立つ壁5メートル20センチ。さあ一発、同じマッスルミュージカルのメンバーはここはやや苦しんだ。後方宙返り一発、気合十分。池谷が6人目のクリアを目指す。過去13回の出場の中で池谷直樹はサードステージに6回進出しております。ただ池谷にとってファイナル進出はまだありません。池谷が飛んでいった、フィリップ・ロドリゲス。ファーストステージは黒いマスクで登場、一気にいったロドリゲス、なんという跳躍力。フロリダからやってまいりました。あっと一回転だ、デイビッド・フィリップ・ロドリゲス。この辺りもスピード感があります。アメリカ勢の安定感がある。アメリカ代表ロドリゲス1回戻った。そしてもう一度腕力を使って着地する、着地マッシュバーン。アメリカからやってきた北京オリンピックセフド21歳。決勝を戦った松永が目の前でクリアしていったこのファーストステージ。そしてかつてからかねてからこの忍者ウォリアーの大ファンであったという、挑みましたサスケ。さあ金メダリストヘイもすごいぞ、松永もすごかった。息一つ乱さずに9つのエリアをクリアした。さあこれはどうだ、動かす動かす、強引に力で持っていきました。なんとヘンリー、レスリング銀メダルの松永、サスケ初挑戦。さあ松永スタート。日本体育大学の出身松永、さあ拳がみつきました。どうでしょうか、レスリングの松永さすがに掴んで離さない。さあそしてこれも一気にいきました、うまい。これも初出場であっという間に自分のものにしている、レスリング銀メダルの松永しがみついた。さすがレスリング松永、メダリストの身体能力は半端ではありません。さあどうだ、レスリングの松永もここもうまくしがみついた、着地も成功。フィニッシュボタンが見えている、ここでファーストステージクリア。なんと最速タイムを叩き出した。やはり銀メダリスト物が違う、魔の第一ステージあっさり攻略。今回17回目の出場となりました。世界各国で愛されているサスケ、
ミスターオクトパス、タコ店長といえばこの男、倉持実63歳タコになって挑みます。そろそろ準備をするタコ店長、この声援にタコ店長応えられない。ミスターサスケがここにいる。鉄工所アルバイト山田勝己42歳。秋の空、山田勝己42歳の命を燃やす。オリンピックに吹き荒れた真夏の風、そしてこの緑山の秋、サスケの風が吹く。人呼んでミスターサスケはファーストステージに挑み続ける。20回目の出場。かつて一度この山田はサスケから離れた。しかしサスケに再び戻ってきた山田という男。いいよ、いいこのストライク。ポーランドからやってきた北京オリンピック跳馬ゴールドメダリスト、レゼク・ブラニク32歳、跳馬ゴールドメダリスト。さあ、イケレゼクブラニク、まずはバランスを。高校時代には200m の日本記録も作りました。大学ではアジア選手権、そして 200m 優勝者、世界陸上日本のエースとして出場。カール・ルイスとも走りました。もちろんこんなところで落ちるわけにはいきません。黙って夫の背中を。大場のゴールドメダリスト、5大会連続出場の鉄人ヨルダン・ヨブチェフ、あの嵐のファイナルはサスケ史に残る名場面。生ける伝説がサスケに帰ってきた。さあ、ブルガリアの鉄人、体操のヨブチェフが行く。あった、ヨブチェフ危ない、バランスを崩した。しかし大丈夫、ヨルダン・ヨブチェフ。さあ、今日のヨブチェフはやけに慎重だ。すでに昨年の北京が終わり、2012年のロンドンを目指してトレーニングをしています。ひょっとするとその先の東京も見据えているのかもしれない。さあ、ヨブチェフの跳躍、7歳から始めた体操、体操が私自身を作り上げた、その体操に恩返し。そしてサスケにやってきた、日本とブルガリアの橋渡し役ともなっている体操界の鉄人、ブルガリア、ヨブチェフ。さあ、北6つ目のエリアはそり立つ壁、疑いたくなるほどのアスリート能力。第8回大会のファイナリスト、一気に側面からねじ伏せるヨブチェフ。さあ、初めての30代のファーストステージクリアはやはりこの男、ヨブチェフか。さあ、ブルガリアの英雄が進む。ヨブチェフ、危ない、危ない、ヨブチェフ絶体絶命、ヨブチェフ捉えた。さあ、時間だ、初の30代のクリアとなるのか。残りは10秒、やや時間を使っているか、やや時間を使っているのか。残り40秒を切りました。ここまで最速は、しかしその前にファーストステージをクリアし、またセカンド、サードへと進む、それが目標。ここで散るわけにはいかない、散るはずがない。39歳、ファーストステージクリア。9人目、39歳の男でした。